こんにちは、大峰です。今回は中価格帯のデジタル一眼レフとミラーレス一眼の極小を見ていきたいと思います。今回紹介するカメラはこちら。この価格帯のカメラになると業務用としても十分な性能と機能はあるんですが、写真性能を撮るかそれとも動画性能を撮るかで随分と選択肢が変わってきます。両方高ければ文句はないんですけども、ただ高価な機種になればなるほどそれがより顕著になってくるので、そこが辛いところです。なお価格に関しては編集時点での価格も参考にしています。実際の購入する際の価格が変動する可能性をご了承ください。それでは行ってみましょう。まずは EOS M6 です。 EOS M100 の上位版である EOS M6、基本的なスペックは M100 と共通する部分が多く、一見すると割高に感じてしまいますが、 EOS M6 の優位点としてアクセサリーを取り付けるためのホット周の有無や操作ダイヤルの数、外部マイクへの対応、そして上方向だけではなく下方向にも傾けることができる液晶分担を備えているところが大きな違いとなっています。シャッターフィーリングが良くて気持ちよく撮影ができるのはこのクラスのカメラを購入されるユーザーには重要なポイントじゃないでしょうか。ただし操作性はキャノン機共通の使いやすさとなっている反面、撮影時に本体上部にあるダイヤルの一部が滑りやすく、そこだけ扱いづらいと感じました。次にペンタックス KP。 ペンタックスらしいデザインで好き嫌いが分かれそうな KP、 画質が非常によくディティール部分も破綻することなく描写してしまう性能と、 ISO を819200という超高感度撮影に対応し、今回紹介する5機種の中で最も高画質なカメラとなりました。サンプル画像では ISO 3200や6400程度ではノイズがほとんど目立たず自然なシャープネスのディティール、それに加えてリアルレゾリューションシステムまで使用できるとなると、写真画質に関しては他社製のハイエンド機以上に高画質というシチュエーションも多々出てくるんじゃないでしょうか。防塵防滴体感、そして5段分の手ブレ補正機能まで詰め込んだプロ仕様になっていますが、初めての一眼レフという方でも新アナライズオートを使えば失敗の少ない綺麗な写真を撮れるようになっていて、ボディサイズやデザインが許せるのであれば写真撮影や知識の差は関係なく断然おすすめのカメラです。それでは次、 XE3。XE3 は上位機種である X Pro 2と同様に数少ないレンジファインダーカメラです。そういうこともあってか、この価格帯のカメラでは必ずと言っていいほど搭載されているチルト式の液晶モニターではなく固定式になっていたり、内蔵ストロボが省かれていたりします。そのおかげもあってシンプルなボタン配置で使いやすいし、フォーカスレバーの使い勝手とその操作音が個人的にとてもいいと思いました。シャッターフィーディングはレンジファインダーらしく静かなものとなっていますが、静かながらも確かな感触があります。動画撮影は撮影時間に制限はありますが 4K 動画に対応しているし、富士フィルムお得意のフィルムシミュレーションが動画撮影に使えるのはかなり魅力的です。写真画質は上位機種の X Pro 2と同様のスペックを持っているだけあって相当の高画質、ディティールの表現力だけではなくコントラストや色調にもメリハリがあり、フィルムメーカーならではの絵作りは魅力的です。次に OMD E M10 Mark III。 先に紹介した XE3 とともにデザインがとても良くコンパクトな OMD E M10 Mark III、5機種の中ではその XE3 の2機種だけが 4K 動画に対応しているところにも注目ですが、 OMD E M10 Mark III の方は強力なボディ内手ブレ補正機能でより扱いやすくなっています。操作性はフロントダイヤルとリアダイヤルを組み合わせたマニュアル撮影が最高に使いやすく、これだけのために買ってもいいと言えるほど撮影を楽しめるカメラです。画質に関しては5機種唯一のフォーサーズ機になってしまいましたが、それをハンデと感じさせない描写力で実用上は全く問題ありません。たださすがに高感度に対する耐性は撮像素子のサイズなりとなっていて、 ISO6400 あたりからディティールの描写力が目に見えて落ち始めてきます。スチル性能と動画性能のバランスを考えると今回紹介したカメラの中では最も優れていると思いました。最後に D5600。 D5600 は D3400 の上位版となる機種で、どちらもニコンのエントリーモデルとなり画質はほぼ同じ。一番の違いはタッチパネル対応のバリアングル液晶を搭載しているかどうかということです。軽量ながらもデジタル一眼レフタイプなだけあって、カメラを構えた時のグリップ力や安定感が抜群、そしてニコンならではのキレの良いシャッターフィーリングで写真を撮るという行為を最大限に楽しめるカメラになっています。
D3400 の時にあったメニューの遅延もなく、より高い操作性になっていて、メインカメラとしても十分に活躍してくれそうです。動画関連の性能は高くなく、多くの便利機能を備えているというわけではありませんが、写真画質はかなりの高画質、ダイナミックレンジも広く、高感度耐性も高い優秀なものとなっています。プロのカメラマンがサブ機として D5600 を持っているという話を聞きますが、こういった質実合計なところが評価されているということなんでしょうね。いかがでしたでしょうか。いい機種ばかりで判断に困りますよね。動画性能だけで言えば EM10M3 で間違いはないと思うんですけども、写真画質の方だともっとたくさんのサンプルを見比べないと正直判断ができません。なので今回はあえてスペックではなくデザインを重視して選んでみたいと思います。僕が選ぶんだったら3位が Pentax KP、 2位が XE3、そして1位が OMD EM10M3 となります。1位と2位は本当に迷ったんですけど、そのボディ内手ブレ補正が決め手となって、まあ、EM10M3 にしました。まあ、ボディ内手ブレ補正は本当にあると、まあ、何かと便利なんですよね。最後に、現在バリューでデジカメランキング動画を作るための資金を獲得するために僕自身のバリューを公開しています。実際に商品を購入してレビューして、それでランキング動画も作って、それが終わったら、それを全部皆さんの方にプレゼントしちゃうっていう企画なんですけども、もし協力してやってもいいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの方からご協力いただけると助かります。以上です。それでは、次回最後、高価格帯のデジカメを、紹介していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。